こんにちは、きのままです。今日は6月10日です。はい、これは破竹ですね。破竹の勢いって言いますけれども、あの破竹です。はい、こう、さっきのね、出てるのが、うにうにっとこう、波打ってるのが特徴ですね。で、このタケノコの皮は、こんな風に、ちょっと赤みがかった、紫がかったような色してます。はい、孟宗竹は、タケノコは、孟宗竹のタケノコは掘るのがね、深いところを掘って、しないといけないので大変なんですけれども、破竹はですね、この30センチから50センチぐらいの、長さのものだったら、根元のここのところをサクッとこう、鎌とかね、細いノコギリで切ったら、その上、この上の方が食べられますので楽ですね。はい、アクの木もそんなに必要なくって、孟宗竹のタケノコよりえぐみが少ないのでね、調理も楽で、下ごしらえとかも楽にできますね。はい、向こうにあるのがですね、あれマダケですね。破竹と大きさとか形とかすごくよく似てるんですけれども、この竹の皮がまだらになっているのが特徴ですね。はい、味はね、どちらも私美味しいと思うんです。あんまり違いがよくわからないって言いますかね。はい、マダケの方は竹細工にもよく使われてきたそうです。はい、孟宗竹のタケノコよりね、一月ぐらいこう遅く、食べ頃に出てきますね。